こんにちは。イラクのカサス監督は会見で、多くの選手がイングランドやドイツなどでプレーしている、勝つことを望んでいるが、それには完璧な試合が求められると日本を警戒した。3対1で勝利した初戦のインドネシア戦では、先発9人が身長1メートル80以上で屈強な選手が揃う。過去に日本とは3勝3分け7敗。スペイン出身の指揮官は、アジアでベストと言えるチームと戦うのだから素晴らしい試合になると語った。グループ最大のライバルと目される相手との一戦になる中、イラクに帰化したフォワードダニーロ・アルサイードが突然離脱する事態となり、母国も困惑気味に報じていた。この状況を受け、海外メディアは、イラク代表のスター選手がアジアカップから去った全貌と、チームを離れた経緯について取り上げている。日本は初戦でベトナムと対戦し、連続失点で一時は逆転される、厳しい戦いを強いられた。それでも最終的には勝負強さを見せつけ、4-2で白星を飾った。一方、イラクも初戦のインドネシア戦に3-1で勝利しており、次節は互いに勝ち点3を手にした者同士の対決となる。 FIFA ランキング63位のイラク、日本は17位との一戦はグループで最も重要な試合に位置づけられる一方、思わぬ緊急事態も起きている。母国メディアは、アルサイードの突然の離脱を報道。すでに開催地カタールも離れていると伝えられている。アルサイードはスウェーデン出身だが、昨年10月にイラク代表でのプレーを決断。ノルウェー一部エリテセリエンに所属しており、昨季は11ゴール2アシストとの成績を残していた。得点力を備えたキカアタッカーの離脱に、母国では日本戦を目前にイラクに危機が到来。ダニーロ・アルサイードが理由もわからずイラクのキャンプを去ったと困惑気味に報じられていた。その中で海外メディアは、ダニーロ・アルサイード、イラク代表のスター選手がアジアカップから去った全貌と見出しを打って取り上げている。アルサイードはインドネシア戦でベンチ外となっていたが、記事では選手は自身の戦外に怒りをあらわにし、イラクサッカー協会の運営が戦外の決定を思いとどまらせるために介入するほどだったと報じられていたと、初戦の時点でチーム内でいざこざが生じていたことを指摘。インドネシア戦後のヘッス・カサス監督のコメントも紹介している。全責任は私にあり、フォーメーションを決めるのも私だ。例えばユーセフ・アルアミンを選べば、なぜ僕を選ばなかったのかと尋ねてくる選手もいるだろう。逆にマジェドを選べば、なぜユーセフを選ばなかったのかと言われる。イラクのようなビッグチームを率いる上で、私は選手の市場価値やネームバリューや、どのチームでプレーしているのかではなく、対戦相手に対して最適なプレースタイルを備える選手に目を向けるべきだ。カサス監督はアルサイードをベンチ外にした経緯について言及。日本戦を目前にアルサイードがチームを離脱し、所属チームのあるノルウェーへ帰った背景には、インドネシア戦でのベンチ外により生じた選手と指揮官の亀裂があったようだ。また指揮官はダニーロに問題はないとした上で、ダニーロが離脱に至った経緯を説明した。ダニーロに呼ばれて個別で話をした。ダニーロのメンタルは良くなく、個人的な問題を抱えていたので帰りたいと私に言ってきたんだ。説得しようとしたけど彼の考えは変わらなかった。指揮官は最終的にダニーロの要求を受け入れ、チームからの離脱を了承したようだ。ダニーロには良くなってほしいと選手をおもんぱかった上で、イラクの人々やイラクのメディアはこのことを大げさに取り上げるが、私には理解できないと牽制。これ以上は答えないよと言い、ダニーロに関する質問をシャットアウトした。イラク代表は今大会初戦でインドネシア代表に2-0で勝利しているが、ダニーロはこの試合を欠場している。カサス監督がアジアでベストチームと評する日本代表との一戦について、我々は完璧な試合をする必要があると警戒感を強めた。悲劇から歓喜の物語を完結させるサッカー日本代表。 FIFA ランキング17位は、今日19日アジアカップ、アジア杯、カタール大会の1リーグ第2戦でイラク代表、同63位と対戦する。当地で前日会見に臨んだ森保一監督、55は30年3ヶ月前ミッドフィルダーで出場した。同国との試合で追いつかれ、ワールドカップ初出場の夢を絶たれた。
以来、個人的には初めてのイラク戦を因縁の国で迎えるが、平静を保ち決勝トーナメント進出を見据えた。砂ぼこりも舞わない穏やかさだった。昨冬ワールドカップで悲劇を歓喜に更新した森保監督は、約30年ぶりとなるカタールでのイラク戦を前にしてもこう言い切った。記憶に残っているところはありますけど、今は選手ではなく監督の立場で来ているので、自分の93年の経験がよぎることは仕事をする中ではありません。記憶はほぼ真っ白という。93年10月28日、ミッドフィルダー森保は当時の日本がワールドカップに最接近したピッチで力尽きた。勝てば94年米国大会への初出場が決まるイラク戦、終了間際に失点し、自分の頭上を越えたボールをスローモーションで見送って2で切符を逃し、気づけば宿舎で泣いていた。サッカー人生でこれ以上ないと思える悲しい経験。29年後、トーチでのワールドカップでドイツ、スペインを連覇して美しい記憶に差し替えたが、直接イラクを倒してこそ物語は完結する。会場はドーハ近郊、涙が染み込んだアルアリ競技場の約13キロ北西に位置するアルラヤンのエデュケーションシティ競技場が舞台だ。キックオフも当時より2時間早い。高層ビル群が時の経過も示す一方、変わることのない中東特有の砂っぽい乾いた空気の中で、あの日の借りを返すイラク戦ドーハも13年に再来1-0しているが、当時はザッケローニ監督だった。当事者森保監督にとっては10040日ぶりの再戦、熱がたぎるかと思いきや、選手は30年前と全く違う素晴らしいプレーをしてくれると言い、時代の変化と生まれてもいなかった選手たちが日本サッカーの発展の中で全てを克服し世界で戦えていると強調した。あの時に生まれていた選手は3人だけ。8年後に誕生したミッドフィルダー久保も、申し訳ないけど無縁、煽る必要もないし、そっとしておいて勝てばいいだけと、決勝トーナメント進出が確定する勝ち点3しか見ていない。アジア杯としても初優勝した92年広島大会で選手だった森保監督が、指導者としても制すれば初だが、ベトナム戦の反省を生かすだけと自然体。30年を超えるドラマをハッピーエンドで締める筋書きはもう古いのかもしれない。そして AFC アジアカップカタール2023の初陣となったベトナム代表戦は、一時逆転を許すなど思わぬ苦戦を強いられた。最後は4-2とし、無事に白星発進を果たしたが、やはりアジアの戦いは一筋縄ではいかないと改めて思い知らされた。迎える第2節の相手はイラク代表だ。昨年行われたガルフカップの王者で FIFA ランキングではグループ D 内2位につける同チームは、日本代表にとってベトナム以上にタフな相手になると予想される。今大会のグループリーグは試合から試合までが中4日となっており、中3日で進んでいたカタールワールドカップなどに比べるとコンディション面に多少の余裕はある。相手がグループ最大の難敵、さらにこの試合に勝てば決勝トーナメント行きが確定するという条件を考えても、初戦で出たメンバー同行は関係なく、イラク代表戦は現状考えられるベストメンバーで臨むべきだろう。ここで確実に勝ち点3を奪うことができれば、第3節のインドネシア代表戦では思い切ったターンオーバーを採用しやすくなるというメリットも生まれるはずだ。今回はそうした点を踏まえスタメン案を組んでいく。ゴールキーパーは鈴木彩艶。先日のベトナム代表戦では中途半端な対応から失点を招くなど不安定なパフォーマンスに終始したが、アジア杯という独特な場を体験できているのはいろいろな意味で大きい。ここで批判の声をかき消してほしいところだ。センターバックは板倉滉と冨安健洋の鉄壁コンビ。ただ後者に関しては怪我がちな点が気になるため、今後のことを考えても試合展開によって途中で下げるプランを持っておいてもいいだろう。右サイドバックは菅原由紀成。ベトナム代表戦では特に守備対応に物足りなさを残したが、もっとできる選手であることに疑いの余地はなく、それをイラク代表戦で再証明してほしい。左サイドバックは中山雄太、伊藤洋輝、町田洋輝の3人が候補となるが、ここでは伊藤の先発を推したい。攻撃力に自信を持つイラク代表を封じるには、
やはり中盤の攻防を制すことが重要な鍵となる。遠藤航と森田英正の鉄板コンビを使わないわけにはいかないだろう。佐野も長い時間見てみたいところだが、ひとまずここは先輩にお任せといったところだ。三笘薫はまだ完全に回復していないため、左サイドハーフは日本代表通算6試合で6ゴールと驚異の決定力を見せつける中村敬斗を引き続き起用すべきだろう。右サイドはカタールワールドカップの3試合でフル出場を果たすなどタフな一面もある伊東純也だ。そしてトップ下では14日のゲームで大活躍した南野匠も外しがたいが、ここでは久保建英の先発を推す。ベトナム代表戦ではベンチスタートとなったが、途中出場からわずか1分でアシストをマークしており、調子の良さをアピールしていた。卓越した技術力、豊富なアイデアなどはイラク代表にとっての脅威となるだろう。ワントップはここ最近の代表活動でゴールを量産する上田綺世に任せたい。今大会に臨む日本代表の CF の中で最もゴールが期待できる存在と言っていいだろう。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て思ったこと、感じたことなど思ったままの本音をコメント欄に書き込んでくださいね。それではまた次回お会いしましょう。